注目の一番人気。一番。頂点を目指し走り抜いてきた馬娘たちの最後の舞台、サジタリウス杯決勝。虎視眈々と上位を狙っています。3番人気はここまで無敗二冠馬娘。2番スペシャルウィーク、この評価は少し不満か。2番人気はこの子、ここまで無敗三冠馬娘アグネスタキオン。威風堂々とスタートを待つのはこの馬娘、二冠馬娘アドマイアベガ1番人気です。私が一番期待している馬娘、気合い入れてほしいですね。ゲートイン完了、出走の準備が整いました。さあゲートが開いた。各馬娘揃って綺麗なスタートを切りました。これは位置取りが熾烈になりそうですね。北サンブラックとミホノブルボン、この2人が競り合っているぞ。期待通りの結果を出せるか。1番人気アドマイアベガ、第4コーナーを進んで直線へ向かう。北サンブラック快調に飛ばしていきます。先頭は北サンブラック、単身で飛ばしていきます。2番手の位置で先頭を伺うのはミホノブルボン、後からアグネスタキオン、大きく離れてナイスネイチャー、1個目のホームストレッチです。その後ろから稲荷番、その外並んで7番スペシャルウィーク、少し離れてゴールドシップ、内を回ります。アドマイアベガ後ろ、2番スペシャルウィーク、北サンブラック先頭を進みますが、これは正解でしょうか。北サンブラック、彼女の客室には合っていますね。第1コーナー回って第2コーナー、順位を振り返っていきます。現在1番手は北サンブラック、ミホノブルボン、空想3番手アグネスタキオン、4番手ゴールドシップ、そのうち並んでナイスネイチャー、少し後ろから7番スペシャルウィーク、内を回ります。稲荷番、外を回ります。アドマイアベガ、内には2番スペシャルウィーク、意気揚々と先頭いきます。ミホノブルボン、どうでしょうこの展開。さあ可能性を導き出そう。ちょっとかかり気味かもしれないです。息を入れるタイミングがあればいいですが。依然先頭はミホノブルボン、無表情目に入って先頭から進路にまでおよそ15マシン、先頭は変わらずミホノブルボン、残り 1000m を通過。続いて北サンブラック、その後3、4マシン開いてアグネスタキオン、4番手にゴールドシップ、稲荷番続いている、内を回ります。ナイスネイチャー、2マシン離れて7番スペシャルウィーク、その後ろからアドマイアベガ、その後2番スペシャルウィーク、アドマイアベガ、果たしてどうでしょうか。ババ状態を確認しながら走っている感じですね。まだ本気ではないですよ。第4コーナーカーブ、勝負どころ、最後の直線へとかけていきます。中山の直線は短いと、後ろの子たちは間に合うか。勝負は最後の直線に持ち越された。流星、私の捧げる願いはたった一つ、この走りを祈りに変えて。抜け出したのは北さんブラック、だが後続も追いつかれる。残り200、2番手争いはアグネスタキオン、ミホノブルボン、アグネスタキオン、ここで抜け出した。アドマイアベガ追い込んでくる、アグネスタキオン今ゴールイン、優勝はアグネスタキオン。見事サジタリウス杯を制し、優秀の頂点へ立ちました。2着はイナリワン、3着はアドマイアベガ。これが研究の成果さ。